これまであまたの文明がこの世界から消えていった。黄金色に輝く財宝と恐るべき力を持つ遺物を残して、多くの探検家、戦士、支配者がその宝を求めこの世を去っていった。なぜただ一人の小悪党だけが宝を見つけ生き延びられたのか。賢さ、幸運、勇気、まあ何とでも言わせとけ。あいつが本当に欲しかったのは宝なんかじゃないからな。プレイステーション。